公園の遊具で行うディップス、ディップス、ディップスマシン。ディップスマシン、ディップスとは、筋力トレーニング、ウェイトトレーニングの種目。上腕三頭筋、大胸筋、三角筋を鍛える。ベンチプレス、腕立て伏せの運動のバリエーションの一つと言える。ワイドグリップでは大胸筋下部、ナローグリップでは上腕三頭筋に、主に負荷がかかる。 腕を深く曲げすぎると後背筋の肉離れなどの怪我をすることがある。腕を曲げるのは直角程度までで十分に効果が得られる。ある程度の高さの台やバーに手を乗せ、自分の体を沈めて戻す動作を繰り返す。両手で左右のバーを押さえ、足を曲げて腕だけで体を支える。手幅は広く取り、上体はやや前傾させる。肘をやや外側に向ける。息を吐きながら、 腕を伸ばす。大胸筋が十分に収縮するのを感じ取ったら、息を吸いながら、体が斜め前に下がるように意識して、腕を曲げていく。2から3を繰り返す。両手で左右のバーを押さえ、足を曲げて、腕だけで体を支える。手幅は狭く取り、上体はまっすぐに起こす。脇を締め、肘を後方に向ける。息を吐きながら、腕を伸ばす。 上腕三頭筋が十分に収縮するのを感じ取ったら息を吸いながら体が垂直に下がるように意識して腕を曲げていく。2から3を繰り返す。ありがとうございます。